転職大魔王さん、こんばんは。速稼塾の久保です。なんかコメントをつけてくださってて、私もね、転職大魔王さんのコメントつくとね、ついついね、転職大魔王さんの動画を見ちゃうんですよね、すごく親近感が湧くと言いますか、誕生日も一緒ですしね、年齢も一緒ですしね、もういろんなことを考えちゃいますよね。で、当然私たちは考え方が共通のところもあったり違うところもある、こういった個性があるわけなんですけども、世の中の方のねコメントも、同調してくださる方もいれば、もう全然真反対の意見もあってね、多様性が担保されてるなと思うばかりでございます。で、人工肉を食べていたみたいなタイトルなんてのはなんかすごいですね。なんかね、人肉を食べてみたっていうのと最初見間違えてびっくりしちゃったわけですけどね、人工肉ってのはやっぱりね、これから主流になっていくんですかね。なんか不思議な感覚しますよね。人工のこのバイオテクノロジーをもとに作られた食品があるっていうのはね、そういう経験をね、真っ先にされたんだなと思いまして、タイトルだけ見せていただいて、これからね動画の方を拝見するわけですけども、人工肉を食べてみたね、ちょっとね興味深いです。本当にこの度ありがとうございました。ちょっと人工肉を食べてみたっていう動画をこれから見させてもらいます。それでは転職大魔王さん、これからもよろしくお願いします。